河野太郎は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、新型コロナウイルスワクチン接種推進担当大臣、内閣府特命担当大臣を務める。内閣総理大臣臨時代理就任順位第4位。外務大臣、防衛大臣、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、 自由民主党行政改革推進本部長、自由民主党幹事長代理、法務副大臣、総務大臣政務官、衆議院決算行政監視委員長、外務委員長等を歴任した。父は、自由民主党総裁、副総理兼外務大臣、内閣官房長官、科学技術庁長,長官、衆議院議長を務めた、河野洋平。弟は、 日本端子株式会社代表取締役社長の河野二郎。副総理兼東京五輪担当大臣、建設大臣、行政管理庁長,長官、農林大臣を務めた河野一郎は、祖父、参議院議長を務めた河野健造は王子にあたる。1963年、河野陽平の長男として生まれる。初代、伊藤中兵のヤシャ YWCA 幼稚園。 平塚市立下水小学校、慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校時代は、祖父、王子、父と同様、競争部に入って首相を務め、箱根駅伝を目標にしていた。高校の同級生に公明党所属の参議院議員、西田寂人がいる。1981年4月に、慶応義塾大学経済学部経済学科に、入学するも2ヶ月で退学。 その後、都米。都米後すぐに、マサチューセッツ州アンドーバーで、サマースクールに通った。その後、コネチカット州のボーリングスクール、サフィールドアカデミーで1年間過ごし、1982年9月に、ワシントン DC のジョージタウン大学に入学、比較政治学を専攻。1984年に、ジョージタウン大学を休学し、 ポーランド中央計画統計大学に交換留学。1985年1月にジョージタウン大学に復学。1985年12月にジョージタウン大学卒業。ジョージタウン大学ではニューヨークニックスにいたパトリック・ユーイングと同級であった。在学中は後に国務長官となるマデリン・オールブライトのゼミに参加。ワシントンでは 政治活動にも関わり、1983年には、アメリカの大統領選挙に立候補した、アラン・クランストン上院議員の選対本部の財務部門でボランティアをしたり、リチャード・シェルビー・会イ議員の下でインターンを務めるなど、した。ポーランドを中央計画統計大学在学中には、当時自宅南近下にあった後に、ポーランド大統領になるレフ・バウエンサ。 連帯議長宅を訪問し逮捕され、一晩留置所で過ごしたエピソードがある。翌日に保釈された。当時は共産党の独裁政権下で、大学の寮の食事は、ほとんど毎食、ジャガイモと続けキ,キャベツだけだったと語っている。帰国後、1986年に富士ゼロックスに入社し、調査統計部に配属された。企画部に転じた後に、 サテライトオフィスの実験を担当し、日本初の本格的サテライトオフィスと称された、四季サテライトオフィスの立ち上げにも関わった。国際事業部に転じた後、シンガポールの富士ゼロックスアジアパシフィックで勤務した。1993年、日本端子に転じた。自動車や電気機器の部品メーカーで、開発生産や海外輸出を担当。演説を行う。 高野小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、父、洋兵の選挙区が分割されたため、1996年の第41回衆議院議員総選挙に神奈川十五から自民党公認で立候補し、当選する。自民党ではしばらく無派閥、その後に麻生太郎の勧めで宮沢晃一が会長を務めていた宮沢派に所属していたが、1999年、 父や麻生に従い同派を離脱し、河野グループに移った。2000年の第42回衆議院議員総選挙で再選。2003年の第43回衆議院議員総選挙で参戦。2002年12月には、川口淳子外務大臣に対し、国民に対して説明責任を果たしていないと非難して、衆議院外務委員会理事を辞任。第1次、小泉内閣で、 総務大臣政務官第3次小泉改造内閣で法務副大臣を歴任。2006年自民党政調副会長に就任。自民党神奈川県連会長も務めていたが、2007年の神奈川県知事選挙で河野の主導で県連が擁立した杉野忠氏が惨敗したため、同年4月22日に隕石辞任した。また、法政大学大学院にて、 客員教授を務めている。韓国の元半奈良党議員で中高別総領事の李政権をかつて秘書としていた。2008年9月、衆議院外務委員長に就任。2009年9月、自由民主党総裁選挙へ出馬したが、谷垣定一に敗れた。11月11日、新世代保守を確立する会を設立。2010年4月5日、 自民党は離党した前幹事長代理、園田博之の公認に、河野を当てることを臨時役員会で決定し、翌4月6日に正式就任した。9月22日、自由民主党社堂キャビネットで、影の行政改革、公務員制度改革担当大臣に就任し、党内で、規制改革や、事業レビュー、事業仕分けなどを担当した。2015年10月7日、 第三次安倍第一次改造内閣において、国家公安委員会委員長、行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣として初入閣。消費者庁の徳島県への移転を推進したが、国会対応や危機管理などの業務遂行が困難として、全面移転を先送りにした。河野が消費者庁を退任した後、三年間の検討を経て、 消費者庁の全面移転見送りが発表された。2016年8月3日、内閣改造に伴い退任。同年の第29回日本メガネベストドレッサー賞、政治部門を受賞。2017年8月3日、第3次安倍第3次改造内閣において、外務大臣に抜擢された。同年8月に訪米し、米国で批准に至っていない包括的核。 実験禁止条約について、その早期批准を求めた。2017年11月1日、第4次、安倍内閣で外相に再任。2018年10月2日、第4次、安倍改造内閣で外相を留任。2018年12月20日、韓国海軍レーダー照射問題が発生。翌年にかけて、韓国外交部筋との対応に当たる。 2019年3月22日、自身が人務人縁であることを公表し、療養。25日に公務復帰。2019年4月26日、外務大臣就任後の延べ100カ国目の外遊先としてサウジアラビアを訪問。前任の岸田文雄が約4年8ヶ月間で延べ93カ国であったことと比べても異例のハイペースであるとともに、 これまでの外務大臣以上に、中東を重視している点に特色があると評されている。退任までの外国訪問回数は59回、延べ123の国、地域を訪問し、歴代最多記録を更新した。在任中、外国出張に費やしたのは実に291日で3日に1日以上のペースで外遊をしていたことになる。一方で、 スタンプラリー外遊ともや揄された。外務大臣として、初の訪問となった国は、以下の14カ国。東ティモールブータンモルディブパラオマーシャル諸島、ミクロネシアエクアドルアイスランドアルメニアジョージア、スロベニアバーレーン、南スーダンモザンビーク2019年9月11日、第4次やべ第二次改造内閣において、防衛大臣に就任。二千二十年六月十五日、 イージス・アショアの配備プロセス停止を発表し、さらに24日開催の国家安全保障会議にて正式な配備断念を決定したことを翌25日に発表した。プロセス停止以前にイージス・アショア断念を報道した NHK や読売新聞に対してフェイクニュースだと非難したが、具体的な虚偽内容は指摘せず、結果的に事実であった。当時、 結果的に報道の通りになったらどうするかとの質問に結果的にそうなっていない窓と答え、やりとりが噛み合わない場面もあった。2020年9月16日、菅義偉内閣で行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、内閣府特命担当大臣に就任。就任した翌日、行政改革目安箱を自身の公式サイトに開設した。 届いたものを全部読むと明言していたが書き込みが殺到したため翌日に停止。25日に内閣府 HP に規制改革行政改革ホットラインとして再設して役所のプロセスに載せるも書き込みの勢いは止まらず11月27日に再び受付停止となった。成果として群馬県知事 山本和太からの要望で救急車の高速道路完全無料化がある一方、自身も問題提起していた各省庁の負担増につながる懸念もされる。2021年1月18日、新たに新型コロナウイルスワクチン接種担当大臣に任命された。厚生労働省など所管官庁のほか、製薬会社、医師会、医薬品卸業者、 物流業者など多くの関係者との調整役を担う。同20日には、ファイザー製薬とのワクチン供給契約の合意を発表した。センター北駅にて、中日英国大使館にて、外国人労働者受け入れ2017年7月6日付のブログで6月17日に、沖縄県が、a k b 4インスシングル、選抜総選挙に沖縄振興に資する事業を県が、 自主的な選択に基づいて実施できる一括交付金から2800万円の国費による振興金を使った。那覇市も国から支給された交付金を市内の AKB のイベントに支出した。そのため補助金をもらってイベントをやるだけならば持続的ではない。一発勝負で AKB48 の総選挙をやって8000人を 呼び込んで、それが次にどうつながるか、はっきりした見通しもない。そもそも今日までに、この8000人が達成された、どうかもわからない。一括交付金として県に任せるのは構わないが、一時が万事こういう、使われ方をされているならば問題は大きい。と沖縄県と那覇市の振興金の用途に、疑問も呈した。自民党の行政改革推進本部として、 このソフト交付金の使われ方、その戦略、目的などを詳しくチェックすることにしたと、沖縄振興交付金として、ハードに670億円、ソフトに688億円支給されている、沖縄県の各自治体への毎年の振興金に対する改革意思を述べた。これ以外にも、麻生太郎、吉田茂、橋本隆太郎、鈴木善光、宮沢喜一、 中曽根康弘、石橋昇二郎、鳩山一郎、見延良吉、池田隼人、田中角栄、田中牧子、田中直樹、岸田文雄、小川平吉、林千十郎、愛知和夫、吉国一郎、佐藤栄作、岸信介、安倍晋三、牛尾二郎、三木武夫、松崎明夫、森永太平、太田誠一、福田武夫、福田康夫、落高夫、千の島、 山崎主二、今井義江、豊田昭一郎、豊田達郎、斎藤敏次、清水万章、門の行くの心、宮原二郎、久原房之助、後藤慶太、北野高春、中部健吉、藤山愛一郎、正田秀三郎、犬飼武氏、田村駒二郎、上野十三、お茶山治昭和天皇、伏見宮広康、国国明、中内、安西正夫、 小林公平、三村圭一、鳥居真一郎、佐治信太田、広世元、松下正幸、石橋丹山、森田明夫、竹下登金丸真、小沢一郎、丹ル香、黒田善太郎、椿原恵子などと縁石関係にある。新聞などのメディアでは、河野行政改革省、河野行政、規制改革省、河野沖縄、北方担当省、 河野ワクチン担当省、河野ワクチン接種大臣と表記される。内閣府特命担当大臣ほか、総理大臣からの口頭指示として、新救命等の推進、公文書管理、公正取引委員会、特定秘密保護関連なども担当。座長、長瀬陣営幹事長、塩崎康久正全国 LP ガス政治連盟、自由民主党 LPG 対策議員連盟にはなお、 つらねていない。ありがとうございます。